はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングルームアプリ2018やっていきたいと思います。ということでですね、来ましたね、チャンピオンズリーグの。結構多いね、今回なんか。結構多いです。月曜の量にしては金曜まで一緒に来ちゃったみたいな感じのやつあるけど、ね、とりあえずこれだね。来ました。1回、1日1回限定で、うん、まあゴールドボール以上が必ず出る、はい、やつが獲得できるという期間が、まあ、3回ありますよということで、はい、まあ、3回だけ引けるガチャかなんだから通算して、はい、コインで言うと750ぐらいそうだねなんですけど、うん、これがね、まあ、無料なんか有料なんかみたいな感じで、まあ、ほとんどの人は有料だと、うん、言った感じで予想してましたが、まあ、大体ね、こういうのは有料ですね。そうだね。ということで見ていくと、選手の中身ですね。見ましょうか。うん。はい。これが、まあ、250かかると。はい。いうことで、選手の中身、まあ、どんなんだろうっていうのを見ていくと、まあ、選手数がまず202で、うん、まあ、ここら辺の、ロナウド、メッシ、ネイマール、ベイルだったりとか、この辺の黒の強い選手もちろんいますけど、はい、まあ、下の方をね、出てもらうと、まあ、やっぱり、まあ、お前じゃないぞと。いうのも、まあ、ある。黒のサラおるやん。まあ、黒のサラとかもおるけどね。黒のモラタもおるんだけど。黒のモラタもおる。欲しい。だけど、まあ、これ1回しか弾けないわけよ。まあ、そうだね。結局。これを何回もさ、連続で弾けるんだったら、そうだね。まあ、まだ話変わってくる。これ1回しか弾けないと。ボックスの声。うん。で、まあ、これを202人いて、確率？確率だね。確率のところが、まあ、黒も、まあ、変わらず 3.1 だったかな、確か。うん、別に黒の確率は高いわけじゃなくて、まあ、あの、もう金か黒みたいな感じで、まあ、ここ黒が5だったらまだ分かんなかったけど、3.1 か。だけどね、この選手数比較してみると、黒56に対して金が、だからね、4分の1は黒なのかな、うん、この中で、大体言うと。そうね、うん、そんなもんだと思うんで、まあ 25% ぐらいはまああるんだけど、でも黒の確率は 3.1 だから、まあ、金が出る確率もだいぶ高いということでね、無課金の人はね、まあ、あの、スルーでいいんじゃないかなと、うん、普通に思いますね。確かに。もう一つ、おもちゃ TV で無課金のアカウントで貯めてるのあるんですけど、コイン。これもちろん引きません、こんなの。引かない。うん。こんなもんもちろん引かない。引かないぞ。だから、あの、次に、うん、あの、まあ、どうせ多分5月とか、そうだね、1周年記念の時とかにすごいいいやつ来るんじゃないかと思ってるんで、はい、そこに向けてね、なんか貯めといて、本当にいいやつが来た時に、ちょろっと引いてもいいんじゃないかなっていう感じあるけど、まあ、ここじゃないね。ここじゃない。うん。ということで、まあ、とりあえず、まずね、これ簡単に引いていきましょうか。いや、俺、黒のモラタか黒のサラは欲しいよ。まあ、それはある。確かに。俺らの中でね。はい！さあ、どうだ？黒来るかな？いやー、あー金だね。アスピリクエタと来い。まあ、それ、金はそれ当たり前だわ。おい！ロベルト・フィルミーノかー。フィルミーノやん。はい。オフィスです。これねー。フィルミーノ枠でないんだなー、フィルミーノは。さすがに。200、300ぐらいあったらね、全然入れてくんだけど、厳しいね。ただ、ね、これあるから、まだ。まあ、これ引く前に、ちょっと今回イベントの量多いんで、うん、各イベントちょっとザラッとね、紹介していこうかなと。ああ、なるほど、ね。いうふうに思いますが、まずね、普通にこの、ユージ、なんだ、1500？ そう、要は。この、オンチャレのなんか続きのイベント来てまして、うん、で、これがまあ、あれだね、チームファー1500以下でやろうみたいな。そうそうそう。いう感じで。ただね、これがね、意外とおもろいのが、コインが50と、あとね、このスペシャルエージェントゴールド ×1、うん。これだけはもらっといた方がいいんじゃないかなと。チャレンジ2だけ。これいいよね。初回だけ。しかも GP も稼げるしね。うん、ただ、まあ、オンチャレやっぱ無効試合とか、まあ多いかな、そういうのが多いってなるんで、まあとりあえずゴールド1だけを目指して。うん、そうだね、うん。やって、その後は、イベントがあるんでね、イベントをやると、いいんじゃないかなというふうに思います。もしかしたら、金曜日 U15 を出す、U1500 を出さないってことは、金曜日にもオンチャレあるのかな、また。そうなると、1週間に2回発生するね。うん、そうすると金のさ、確定とかも増えるのかもしれない。ああ、なるほどね。もしかしたらね、わかんないけど。今のところなんかそんな気がしてます。うん、で、これも3万 TP まで貯めると、このゴールド1もらえる、うん。だからね、今週はね、増えてます。増えてるね。ゴールド1が、まあ、うん、単純にオンチャレ分。そうだね。金曜日はどうなるかわかんないけど、うん、もしかしたら金曜日なんか違うものが来るのかもしれないし。来てくれるのか。ただまあ、オンチャレも別に、月曜日のは1500。うん、で、金曜日のは、普通に無制限。っていうので、分かれるのかもしれない、ね。どっちなんだ？うん。っていうのもあるんで、イベントとかで、ダリーナとか、貯めんの。イベントで貯めるより、オンチャレ貯めてなっていう人は、オンチャレやればいいと思うし。うん、
まあこういうの溜まってこない人もいるっていうあれはあるからね、うん、無課金でやってたりとかすればなかなか貯めるのめんどくさいから、ね、オンチャレの方が多分溜まるのかな。なるほど、うん、っていうのがあるんで、まあこのイベントがね結構来てて、でそれがまあ金曜日まで4日間なんで、でもチャレンジイベントの猶予はさ2日と23時間ってちょっと1日少ないね、だから木曜日で終わるみたいな感じかな。なるほどね、うん、なんでこれ売ったんだろう分かんないけどはい、まあそんな感じでね、まあこういうのがあるんで、うん、まあとりあえずまたね、次の動画でそうだね、そういった感じの動画を出していければと、うん、とりあえずこれいっちゃうか。3回ねシルバーこれ何でもらったんだこれね、前回の金曜日に来てたイベントやると3つもらえたんだよ。あ、なるほど。ということでこれ来る可能性もコメントで見るからたまにね来ましたよみたいな、幸運のものおるからな、うん、来ちゃうんじゃないの。うーん、はい、しっかり銀出るからね。誰な、長いなめっちゃこの点々点々なってるじゃん。アンジェルポビッチ、うん、186cm ロシア。ただね、今回のあのオンチャレはいかにその優秀な銀の選手を、うん、まあそうだね、使うのかが鍵になってくるんで、1500以下って星2だよ。 2? 星2、あの1490とかになるんで、まあおもちゃ TV の方でもですね、なんか結構、まあ、銀中心で固めた扱いと組んだんで、うん、まあ、そちらもね今度紹介していければいいかなってことで、ね、そうだね。いやさあこういう選手もだから結構今回のあれは使えてくるんじゃないかと。そうだね、うん、まあないな。アクロバティッククレア持ってるわ、うん、さあ最後ラスト、あとまあやっとレジェンド止まったわ。いや、トントンよかったな。一周止まったわ。止まれ、うん、止まれ、ぞと思ってさ、止まれ、まあ、いやー銀かー、銀3連単キス。ゴンサロ・グエです。でも銀の初期値にしては高いからねこれ。21ワイ前で切るドリブル77。あーまあこれ、まあ5か、結構高いぞ。うん、5は厳しい。はい、ということでまあこんな感じかな。うん、ガチャの方は4回引いて、まあ今来てるイベントの紹介、そうですね、をしてきたということで、まあこのねイタリアリーグガチャもちょっとあの引こうかなと思ってますし、イタリアリーグガチャはちょっとおすすめ してます。なんかそのそこで紹介しようか、あの美課金というか、うん、そのなんかちょっとは課金できますよみたいな人はいいかもしれないね。うーん、まあなんかちょっと頑張ってみてもいいのかなと、うん、イタリアリーグだけはね、そうだね、うん、っていう感じもあるんで、うん、まあそこら辺は ね、また後で引いていきましょう。はい、まあ、こっちオンチャレもね出すんで楽しみにしていただければ嬉しいです。ということで、また次回の章、さよなら、ボー。